今ちょうどインスタでそのカード配ってますって言って、そうなんですよ、そうなんですよ、もらえるってことですか？もちろんです。どこ出身ですか？沖縄の、はい、地元で沖縄のどこですか？チャタン、こっちです。あ、チャタンですか、はい、この辺のチャタンのどこですか？チャタンのどこですか？のどこですか？わあ、ありがとうございます。沖縄っぽい、あ、沖縄っぽい飲み物や。すげえ。うわ、ありがとうございます。昨日コンビニで買ったやつや、これが。嬉しい。あ、これは確かに飲んだことないです。ありがとうございます。これ。うわ。マンゴー、これも飲んだことないです。これは昨日めっちゃ飲みましたよ。ありがとうございます。ありがとう。たまたまですか？たまたまです。ちょうどなんかインスタでここにいます、カードを配ってたんですよ。すごい、たまたまです。ほんまに、うん、しんやちゃん、アミさん、アミさん、ありがとうございます。あ、こんにちは。寺子祭りのために来ました。あ、そうです、そうです。なんかさっき従業員が聞いたって、おい、だから聞こえたわけです。従業員の分もらってあります。はい、え、従業員さん。あ、私店長。あ、そうです。大丈夫そのアイスを買おうと思ってたんですけど、はい、すごいみんなに声をかけていただいて、そうなんです、タイミングを失ってしまいまして、すみません。え、寺子祭りっていつ？昨日ですね。あ、終わったんですか？終わったんですよ。そうです、今日はもう暇で。暇？そうなんです、夜とかめっちゃ暇なんです。夜この辺綺麗です。あ、本当ですか？ここって何時までなんですか？こっちは9時まで。あ、ほんまですか？確かに9時ぐらいがだいぶ暇なんです。9時以降ですか？はい。あ、以降が。そうなんです。だいぶ暇ですけどね。今日はなんか産業祭りとかもやってるって。あんまですか？あ、産業ね、はい。産業ってあの産業ですか？よかったです。あ、もちろんです。何名ですか？あ、2人です。あ、2人です。はい、ちょうど休憩タイミングで。あ、すみません、休憩のナイスタイミングで。ハンナちゃんや。はい、ハンナです。ハンナちゃん、え、やった、特別ですか？はい、やった。内緒というか、内緒で、これ他の人ついてないんで、CM2 人だけの、はい、2人だけの、今日やる予定は入って、あ、そうなんですか、まあ、ハートに応えられない。ごめんなさい、全然全然、目投げてる。内緒とか言ってたのに。まあでも、そう、平等に、やっぱ店長として平等。そうそうそう、一番です。そうですよ、ほんまに。ほんまアイスだって。ぜひ、セリちゃん。セリちゃん。お客さん来た。セリちゃん、お客さん来た。セリちゃん、何が好きなの？腕ですか？チョコチップブラウニー。お、めっちゃ一緒や。はい、琉球紅茶わらび餅っていうやつが美味しいです、はい、アイスとクッキーサンドはどれがクッキーが2枚選べるんですけど、セリちゃんはどれいつも食べて、ベニーも美味しいです。あ、ベニーも、うわ、確かにこれが一番いい。一緒やん。一緒ですね、口一緒や。口が一緒ですね、うわ、一緒やん。食べたことありますか？はい。
これと。おすすめ M&M。 あ、セリー&コータス。あ、ちゃうわ。M&M 間違えました。セリー&コータス。はい。あ、M&M。 それにします。はい、ありがとうございます。一緒やったわ。口が一致してました。口が一致してました。はい、はい、セリーはどれが好きなので、はい、あ、嬉しい。あ、今日あの仕事で、はい、仕事で今日はもう何もないんですけど、はいはいはい、今日何もないです。はい、今日9時から何もないです。ありがとうございます。嬉しい。うん、うわ、セリが勧めてくれたこの紅のチンスコウめっちゃうまいな。